こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、開幕してから、一巡しましたね。もうね、はい、早いな。早いですね。まあ、早いのか遅いのか分かんないけどそうですね。まあまあまあ、はいはい、一巡しまして、はい、で現段階での、まあ、それぞれセパの順位というのが出てます。はい、現段階、これ4月22日現在なんですけれども、はい、セ・リーグは1位がヤクルト、はい、そこを 0.5 ゲーム差で追うのが2位 DeNA、はい、さらにその DeNA を 0.5 ゲーム差で追うのが3位阪神、はい、さらにその阪神を 0.5 ゲーム差で追うのが広島、はい、でちょっとここ離れてるんですけれども、5位が2.5 ゲーム差で追う中日、はい、そして1ゲーム差で追っている最下位巨人という、はい、1位から4位までは本当にあの1日で結構順位が、まあ、いろいろな、はい、まだ変わるよな。そうなんですよ。でパリーグもそうなんです、はい、実はですね、今1位のソフトバンクから2位のロッテまでが全部ゲーム差ゼロで、まあ、1位と2位の差はゼロです。もうゼロなの。はい、じゃあ4チームゼロっていうこと。そうなんです。ソフトバンク、まあ、1位これ勝率なのかな、勝率1位なんですけれども、はい、オリックス、西武、ロッテが3チームが2位で並んでいる。で全部ここ、はい、今ゲーム差ゼロです、はい、で楽天が 3.5 ゲーム差、そして日本ハムが2ゲーム差、はい、このちょっと2チームが置いてかれてる状況なんですが、じゃあこの順位を踏まえた上で次の2巡目終わった時点でさあ順位どうなってるか予想です。よし、行きましょう。もう大体は大丈夫ですか。まあ分かる分かる。お、じゃあ、はい、セ・リーグからパ・リーグからどうしますか。まあセ・リーグから、セ・リーグからいきますか。じゃあ、まあ、1位からいくよ。1位からいきましょうか。うん、その方がいい。そうですね。じゃあセ・リーグ一巡して首位に立っているところは、はい、DeNA。 おお、 DeNA やっぱり今永が戻ってきてるね。そうですね、うん、はい、で今度は一周するんでしょ。そうです、一周します。そしたらね、はい、まあ噂によると、うん、バウアーが来たり、はいね、オースティンも戻ってくるんじゃないかっていう。オースティンも、うんうん、だまあゴールデンウィークとかそうだな、まあ、大体そんなところで戻ってきそうな感じがする、うん、だからまあ上がり目しかないんだよね。おお、うん、もういいところしか、そう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 、もう出てこないってこと。だから一旦 DeNA が首位に立つかなっていう。もう現在あの打率もそんな中でやっぱ1位なんですよ、セ・リーグトップ、うん、2割5分1厘、はい、でそこにまあオースティン帰ってくるだろう。帰ってくる。で防御率 2.83 なんですけれども、はい、まあこれは、まあ、3位とか4位ぐらいな。まあでも2点台だろう。まあ2点台です。十分じゃない。十分、うん、だからあれだけ打って2点台の防御率って言ったら十分だと思う。おー、うん、だから、まあ、バランスが非常にいいよね。あとはこう、ね、関根が入ってるっていうのが大きいよ、打線の中で。はい、だからこの前でも外の内野安打にしたのは関根の足だもん。でホースプレーを防いだがために、まあ、1点先取点を取ったというね、はい、まあ、そういうこともあるし、広島戦でコロニエルと投げ合った今永1対0で勝つというね、はい、素晴らしかったです。だから接戦にも強いし打ち合いにも強いという、はい、やっぱり非常に今はバランスが整っているのが DeNA だよ。そうですね、うん、あと足をもう少し使えたらいいけどね、うん、今よりさらにっていうところですね、まあ、欲だな。まあ、盗塁がね3つなので、そうですね、はいはい、あのヤクルトの18とか阪神の12に比べるとっていうところですね。まあね、ただプラス要素しかちょっと今のところは考えられない。そうですね、はいはい、ということで首位は DeNA、うん、じゃあ2位は、2位はヤクルト。あの、ね、防御率はもうダントツで今 1.77 でいいですし、うん、ただ打率がやっぱり低い。まあそうだね、ただねポイントでね、村上もね率は低いけど、はい、勝利打点は多いんだよ。で1打席目に多い、はい、先制点を叩き出す、うん、だから村上が、まあ、率が悪いけども印象には残るバッティングをしてくれてるし、うん、はい、オスナが後ろで支えてるよね。そうですね、うんうん、だから、まあ、足も使えるし守備はいいし、はい、そんなに俺大崩れはしないと思うヤクルト。おでピッチャーはある程度こう、はい、回しながら使うというか、うん、中継ぎをローテーション的に使ってるから、はい、まだ疲労は来てないよね。大丈夫ですか、うん、まあ心配なのはゴールデンウィーク明けが心配だけど、はい、まだ持つだろうね。まだ持つ良さがね、うん、好調は保つと。ああ、2巡目終わった時点ではまだ保っているだろう、その後は分からないけれどもっていうところはありますよね。新しく抑えになった田口投手も頑張ってますし、はい、うん、ということはヤクルトが、まあ2位だね、山田哲人選手とかはどうなんですかね。一応まだ、まあでも時間はかかると思うよ少し、うん、うん、これは仕方ないよね。でも竹岡がいたりだとかさ、はい、
まあ、非常に争わしてるし、はい、まあ、そのためにいろんな若手もオープン戦の時試してるし、うん、はい、まあ、大丈夫だと思う。で今のこの打率の1割8分4厘よりかは上がってきそうですか？2割台にはいきそうですかね？まあ、まあ少しは上がってくるだろう。やっぱ気温とともに打率は上がってくると思う。少しだから大丈夫だと思う。そこは大丈夫、うん、3位です。お、どことどこなの？いや、阪神と広島の迷ってるんだよ。へ、で阪神はやっぱ5番バッターだよな。あの1、2、3、4まではいいよ、はい、ノイジーも良くなってきてるし、うん、大山も、まあ、そこそこギリギリで頑張ってるし、うん、5番バッターをどうするか。佐藤輝明選手です、ね、そうそうそう。だからその佐藤輝を下げるかどうするのか、うん、それと浜地と湯浅がいない、はい、で西純也があんまり良くない、はい、まあ、そうなってくると打てない上にピッチャーが抜け、あそこ湧いて出てきてるけどね、ピッチャーはね。あ、そうなんですよね、いるから。及川、はい、とかもね出てきてるし。ただ広島は中継ぎはちょっと不安だったんだけどさ、はい、中継ぎは思いのほか頑張ってるんだよね、はい、ただその栗林が、はい、えみたいな、うん、ちょっと状態あんまりよろしくないよみたいなところもあるし、難しいな、難しい、ね、ここら辺はね、はい、これ2巡目終わり時点なので、その時点でどうか。一旦落ちるかな、阪神が。広島のウェイブ、うんうんうん、恋の季節だ。恋に落ちる、恋の季節ですからね、5月は。違う、恋のぼりだから。あ、そっち。毎年日カーブって5月に調子がいいんだ、うん、カーブって恋でしょ。恋です、恋です、うん、ね、魚の恋、うん、ね、そうです、5月。いやだから恋の季節はやっぱり広島って結構強いのか、強いということがあるんで、うん、一旦俺広島が3位が、じゃあ3位でいいですか、そこは3位が、うん、で阪神はやっぱ5番を変えるのか、サトテルが調子を戻すのか、うん、それと湯浅とか抑えのピッチャー、はい、ね、そりゃ困るでしょ。そうですね、うん、いないと。そこで浜地もいないということで方程式が崩れたよね、はい、だからまあそこら辺で一旦ちょっとそんなに落ち込むあれではないけども、ちょっと一旦下に折るかなっていう、4位ぐらい、4位ぐらいに。おお、分かりました。さあ5位と6位。まあ5位は中日、うん、5位中日。中日はさ、うん、打てない打てないって失礼な話で、打ってるんだ、割と打ち出してきてるんだよ。繋がってきてますよね。ただ秋野がどうなのかなっていう、うん、外国人。いや打ってくれればあの守備でもさ、はい、いいけど、ポロ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 するからね。そうなんですよね、守備で、うん、だからちょっと不安な部分はあるけども、はい、投手陣もいいって言われてたけど、大野が離脱し、はい、そんなにいいと思えなくなってきてるんだよね。そうですね、あとちょっと中継ぎで不安なところもありますし、ただ巨人よりは打ってるしね、うん、そうですね、うん、まあ、ホームランはね相変わらず少ないけど、うん、それはあの球場のせいということで、はい、うん、まあでも5位が中日かな。そうですよね、まあ、大島選手はじめ岡林選手で石川選手が戻ってきて打ってますね。でね、まあ、若きクリーンナップって、はい、岡林、石川細川選手、はい、で石川もホームラン打ったりだとか、うん、ね、右方向にうまく打ったりだとか、まあ、いろいろこう、ああ光がやっと見えてきたなっていう、うん、大島は2000本打つのに必死に食らいついてやってるしね。そうなんですよ。木下なんかもう目の色を変えてね、うん、やってくれてるし、まあ、上がり目はあると思う、ね、そうですよね、うん、あと亡命しちゃったんじゃないかって言われてて、ロドリゲス投手の代わりに今マルチネス投手が現在ですけれども5試合に登板して一人のランナーも出していないっていう無双状態に入ってるので、これもともといいからなそうなんですけど、そういう意味でもいいんじゃないかな、まあまあ確かにね、っていう、うん、いいよな、ですよね、うん、ってなってくると巨人がまだ最下位にいる。これね、はい、光がないんだよ。あ、こいつ出てきたかって、あ、こいつに任せときゃもうずっと10年安泰だなっていうような、うん、そういう感じさせる若手も出てこないし、はい、なんか中日はお若きクリーンアップ運動みたいな、うん、そういうね明るい話題がないんだよ。あ、巨人、うん、ないですか一つも。あるか。ないんですよね。ないですよ、はい、なんか出てきそうなピッチャーも若手も取れたからってなるし、まあ、そういう面ではやっぱ辛い状況にはあるのかなってずっとね、うん、思うけどね。そうですね、これ復調の兆しがあるとすると、例えば丸選手、吉川選手、坂本選手の状態が上がってくるっていうところがそこに期待っていうところなんですかね。まあ、そうだね、うん、
そうすれば順位も上がっていくっていう。まあそれはね、あれだけの実績を残した人たちがいるんだったら、その人たちが額面通り働いてくれたら、はい、それはやっぱ強いよ。ですよね。打つよ。うん、ただホームランは少なくなるよって。そうね、これなぜかというと、うん、ピッチャーがいいから。はい、まあその思考をこう変えていかないと、ホームランで勝つ野球からとりあえずホームラン打ってくれたらラッキー。うん、かき回して勝つよっていうぐらいの感じじゃないと、こう長続きはしないだろうね。そうですね。単発はポンポンと勝つときはあっても、うん、毎日ホームランが出るわけじゃないからさ、はい、だからそういう意味ではホームランよりもどうやって点を取るかっていうのをやっぱ考えさせられる時期に来るかなと思う。そうですね、うん、そうするとやっぱそうですね、なかなか厳しい戦いにはなりますね、はい、巨人、はい、さあセリーグ終わりました。パリーグです、次、はい、でパリーグじゃあ4チームが0ゲームでこう四つどもえとなっている状態ですけれども、そこを抜け出すのはどこでしょうか。西武だ。お、西武。やっぱピッチャーがいいよ。確かにピッチャーいいですね。ああ、うん、で隅田も流れ止めたから、はい、勝ちましたね。勝った。うん、うん、まあそれとね、打てない打てないって言ってても、はい、外崎がよくて、うん、おかわり君がね頑張ってますね。山川の代わりに頑張ってるし、はい、であの両外国人がいいよ。はい、だからこれが日本の野球にものすごいピッタッチ合ってるしさ、うん、柘植と古賀でキャッチャーは守ってるし、はい、だから俺はバランスがいいチームになってきたなと思うよ。あの怪我人いる中で本当に頑張ってますよね、うん、一旦首位に来るかなって乗ってきて、うん、ここは、はい、確かに防御率も今現在 2.46 で打率も2割4分3厘、はい、あの本当に両方ともバランスの取れてるような状況なんですもんね、はいはい、ということは2巡目終わった時点で西武が首位に立ってる。じゃあ2位はどこですか。オリックス。オリックス、はい、これはまたどうしてですか。オリックスはね、はい、打順の組み替えがうまくいきだしてるんだよ。そこはどことどの打順とか。例えば 1-2-3 を、うん、変えたら 1-2-3 が機能して勝つとか、はい、森を4番にして中川をその前に置いたら中川が決勝点打つとかね、はい、だから非常にうまくいってるんだよ、うん、で、まあ、中島監督の采配もピタッピタッと当たるようになってきてるんだよね、はい、だからまあそこら辺では、まあ、投手陣がもともといいだけに来るかなっていう、はい、うん、まあ、西武とどっちかなって悩んだんだけど、はい、西武のピッチャーもいいからね。それと隅田が止めたっていうことも大きいから、まあ、首位2位がオリックスにしたけどね。もうここはじゃあほぼあまりゲーム差なくての1位、まあ、あんまり変わらないだろうね。なりそうですよね、はい、でオリックスはあの、まあ、途中から紅林選手も戻ってきたので安定して見られるっていうところもありますしね。そうだね、はい、じゃあ3位はロッテソフトバンクっていうのが出てこないのでちょっともうそれ後に引くとして、うん、お、3位にロッテですか。これはロッテもね、上がり目しかないんだよ。高部が上がってくる、はい、荻野も上がってくる、はい、そうなってくると外野陣が飽和状態なんだよ。そうですよね、どうしたらいい。藤原はいい、ね、山口4番、はい、で平沢大河、はい、おそらくファーストに山口を持ってきて、はい、高部をレフト、ライトに荻野っていう風になってくると、うん、ものすごく層が厚くなってくるんだよ、はい、それとやっぱ投手陣もそこそこいいしね、うん、ただ中村翔吾選手の状態がまだ上がってこない。ここはまあ小川を使ったりとかいろいろしたけども、はい、上がってくるよあの子は。大丈夫ですか。ああ大丈夫大丈夫、うん、まあだけどトップまでいけるかっていうとさ、まだ、まあ、高部がいないとか荻野が早く帰ってくるんじゃないか。それを入れた時にやっぱチームのバランスっていうのは多少こう変わると思うんだよね、うん、はい、だからそういう意味ではちょっと足踏みのところもあるかなという、うん、あとはやっぱ佐々木朗希が投げるというのが大きいな。いやもうすごいですね、パーフェクトですね。いやパーフェクトだし佐々木朗希がさ、あの喜び方とか、はい、なんか変わったな、っ WBC ってな、なんか成長した感じですね。あ、いい方に変わったよね、はい、うん、だから、まあ、3位かな。3位ロッテ。じゃあソフトバンクは4位。これはいやいや、まああんまりゲーム差がないじゃない。まあそうですね、そうでしょ、よく思えなので。これはね、やっぱ当たってるピッチャーが辛いよ。ああ、ソフトバンクと当たるピッチャー、なるほど、当ててくるピッチャーってことですね。あ、そうですね、辛いよ、打てないよまあそうですね、なかなか打てないよやっぱね。オリックスがピッチャーいいって言われてても
西武もいいからな。いやいいですよ、高橋光成投手、平良投手、今井投手、そう、はい、でロッテ、ね、はい、佐々木朗希が投げたら打てないよ、うん、それなかなか打てないよ確かに、まあね、各チームエース級全部当ててきますからね、うん、そうですよね。だからまあそういう対戦ということを考えるとやっぱソフトバンクって苦しいよね。あの最初の勢いってすごかったじゃないですか、まあ、近藤選手だったりとか、まあ、去年もね、はい、よかったけどね、栗原選手とか打線がつながらないよね、うん、ちょっとここに、まあ、栗原が状態いいぐらいしかないもんね。そうですね、まあ、柳田選手がちょっとね出だしが遅れたっていうのはありましたけど、でもあんまりガーンと調子が上がってるわけでもないしね、うんうん、はい、ちょっと苦しむかなと思うね。あ、2巡目あたりは要因、うん、いやだけど俺優勝候補だから、そこは変わらないってことですね。そこから上がっていくような気もするけどね、うん、まあ底力あるチームですもんね。全然5位、5位は楽天。楽天今年、楽天はねやっぱ浅村の荷が重いな。もう浅村が打ったら勝つ、打てなかったら負けるっていう、はい、まあ、この前ねいい勝ち方したけども、基本的にやっぱ浅村に頼ってるところっていうのはすごく大きいと思う、ね、そうですよね。で、うん、浅村選手の状態っていうのはどうなんですか。あんまり良くないよね、はい、まあ徐々にこれから上がってくるとは思うけど、かといって他のチームと順位を変えられるほど打つかっていうとさ、まあ、なかなかちょっと厳しいかもね。あと島内選手もちょっと打率低いですし、でもパ・リーグのピッチャーで打率がいいやつってもう天才的だよね。パ・リーグの打者でもあれ打てんぞすごいピッチャーたちがいますからね。素晴らしいよピッチャーは、はい、クオリティは高い、うん、だから浅村打たないとって言うけどさ、なかなか打てないよな。まあそうですよね、うん、で浅村だけをマークしてたらいいんじゃないかっていうような打線になっちゃってるからな、うんうん、確かにそうなってますもんね。打率が今現在ですけれど2割1厘ということで、で防御率も 3.6 で、これあのね、はい、日本ハムをひっくり返して勝った時は、まあ、7対6、7点取ったけど、その試合の前まで15試合で30点しか取ってないんだよ、はい、いわゆる2点ですよ、2点しか取ってないんだよ、はい、平均それじゃやっぱ勝てないよ、2割のチーム打率しかないのですよね。だから浅村の負担は大きいけども、やっぱ頑張らないとなと思う。あとちょっと今年田中将大投手が、まあ、その7失点するっていう試合もあったんですけど、うん、どうでしょうここから、まあ、こ今だけなのか、まあ、でもやっぱあの時はちょっと真ん中にボールが集まったりだとか、逆球になったボールをこう打たれたりだとか、まあ、状態的にはあんまり良くなかったよね、うんうん、まあ、ただこの打球がツーベースなんのみたいな、そういうシーンもあるし、あのいわゆる、まあ、矢沢がねちょっとレフト寄りに打った打球がツーベースになったりだとか、はい、やっぱこうバッターランナーの足を考えなくて守ってるような状態だったかなっていうような気もするし、はい、ああいう緩慢なプレーはやっぱこう嫌なんだろうね、はい、まあ、誰も田中投手みたいな、あ、田中がね、まあ、誰も好きなやつはいないけどさ、はい、いやあれはツーベースにしないでよって思うよやっぱ、はい、多分下柳さんだったら怒ってると思うんですよ。もうグラブグラブガッだと思いますよ。もうこの後ろに入れて帰ってる多分そうでしょうね。そうそう、まあ味方のっていうところもありますよね。そう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 、後ろの、うん、さあこれで、うん、まあ、日本ハムが、はい、6位ということなんです。これはチャンスあったけどな、新庄政権になって、うん、はい、7対6で負けた試合、はい、あれ勝ち切っとけば、うん、初めて最下位脱出だったんだけどな、なかなかうまくいかなかったけども、うん、そうだな、 2巡目もやっぱり最下位になってしまうっていうのは、そのいわゆるそのコンバートだったりとか慣れなところの、やっぱりね勝ち星をつけてあげたら、うん、こう乗っていけるとか、うん、まあいろいろあるんだけど、加藤がせっかくさ、はい、開幕投手同士の投げ合いで同じ顔合わせ、はい、舞台は仙台に移った、うん、それだけの話でやっぱ勝ってたんだよ。ひっくり返されて勝ち投手じゃなくなっちゃったわけ。あの時のそうです、ね、ああいうのを勝たしてやらないとさ、うん、やり返したっていうことにはなんないんだよね、はい、まあ悪いチームっていうのはそういう流れも悪くなってしまうけどね、うん、まあもう少しなんとかしないとな。そうですよね、うん、日本ハムが一つでもこの2巡目で順位を上げていくにはどういう要素がそこに加わってくると、まあポジションをやっぱ慣れたポジションで守らせてあげるということと、はい、やっぱ抑えだな、抑えのピッチャーを誰にするのか、
そこ去年からですもんね、やっぱり課題が。そうだな、だからそこら辺かな、そうですよね、課題はね、まあ、それを克服しないと、もういつまでたっても苦しいよっていうことだよね。ですよね、まあ、今日替わりみたいな状態で守護神やってますけど、 そこを誰か一人任せられる人がっていうところもありますよね。さあ、セリーグパリーグともにあの2巡目の終了時点での順位差ありましたが、はい、これあの2巡目終わったところで答え合わせもしますし、もちろんこれ3巡目4巡目とやっていきましょう。これ当たったらどうする、ピタッと12球団がなんかピタリ賞やりましょう。ピタリ賞な、はい、なんか事務所からなんかな、いや何かがご褒美が出ないと、いやそうですよ、はい、これも見ていきましょう。社長多分赤ワインくれると思う